それではどうぞ。皆様どうもありがとうございます。文化人芸能人の多彩な美術展、ここにめでたく会場となりました。よろしくお願いします。こういう囲みって初めてです。あまり地元でやってる人とあんまりないかもしれないですね。ですよね、あんまり印象ないですもんね、囲みって、はい、改めてですけども、はい、今回出展のお話が来た時、はい、初めて、どう思いました最初。いや、非常に嬉しかったです。じゃあぜひやりたい。あんまりバンドを抜けて一人でこういうことをするっていうか、仕事をすることがほとんどないようにしてるんですけども、はい、今回は嬉しくて、ぜひやろうとマネージャーと二人で話し合って嬉しかったです。ご自分で絵のセンスあると思います？いや、多分まぐれだと思います。いや、でもそこそこのちゃんとした絵になってますからね、実際は。そうなんです。だから、まあ、こんな風になると思わなくて、その、なんか、こう、ボーカルが描いたその残念な絵をファンが、かわいそうと思って買ってくれるぐらいの書いてたので、こんなところでこんな風になるとは思わなかったので、すごい驚いてます。もうどうですか、自分で見てみて今回の DJ バさんで、ね、はい、何点ぐらいですつけますか？もう展覧会に出していただいただけで、そんなモチベーションがそんなに高くないので100で。いや、でもね、こう結構まあね、自分で、あれ、俺、もしかして画家でいけっかなみたいな。いや、でも歌はダメだったら画家かなって。いや、そんなに絶対甘くないので、もう友達と話して、もうそんなに甘い世界じゃないんだっていうのをすごいたくさん聞いて、やはり勉強もしなきゃいけないので、うん、そうなると多分点でダメになってしまうので、もうこういう、すごいラッキーだったと思ってるだけです。曲は普通作るときはどのくらいかけて作ってるんですか？あ、でも僕はそんなにかけないので30分ぐらいだと思います。30分でこんなにいい曲できちゃうんですか？いや、多分すごい集中力があんまり続くタイプじゃないので、自転車でいつも回ってるルートがあるんですけども、地元なんですけども、それで、まあ、大体片道で歌詞とか、まあ、曲のイメージとかも大体片道で叶います。片道で、だから帰りはその近くにある銭湯とかに入って帰ってきます。だから短いですけど。今回この展示会メンバー見に来ます？いや、多分もう見たし来ないのかなと思って。でももしかしたらメンバー来るかなと。ラブ以外は多分来てくれそうだと。そういうラブはあると、白状なんで。二人はすごい優しいから、もしかしたらなんかひょろっと来てくれたりとか、前の誕生日とかもなんかこう全然予期してない時にこうなんかプレゼント持ってきてくれたりするんですけど、多分ラブはそれに連れてこられてるだけで、多分そういう気遣いがないから、多分二人はもしかしたらこうひょろっと実は行ったよみたいなことを言ってくれるかもしれないですけど、ラブは絶対 100% ないです。そんなに仲悪いんですか？いや、仲悪いんじゃなくて、なんだろうな、不思議な人なんですよ。すごい不思議な、まさにピエロみたいな人なので、ね、ピエロって多分あんま気使ったりしないのと同じで、本当になんか自分がずっとこうおどけてる人なので、来たりはしないと思います。なんか書かれたのはね、まあ、DJ ラブさんですけれども、はい、例えば深瀬さん、ラブって今順調ですか？ラブですか？ご自分のラブ。ご自分のラブですか？どうかな。非常に囲み取材らしい方。こっからが本題かもしれない。そんなことはないですけど。はい、分かりました。すいません、そろそろちょっと時間があって、よろしいでしょうか？ありがとうございます。じゃあちょっと最後一番ですね。ぜひすごい著名な方のたくさんの素晴らしい作品があるので、ぜひ皆さん見に来てください。かのちゃん見に来ます。すいません、終わりになりますね。ありがとうございます。